よっしゃー、よっしゃー、週の中日木曜日、イエーイって感じで終わりました。あー嬉しい、今日は暑かったっすね。いやー、1週間みんな頑張ってますか？僕も頑張ってます。頑張ってないです実際は。はい、飲みましょう、ね、今日はね焼き鳥買ってきました。だー、焼き鳥で飲みます、ね、あとねケーサーにイカのマリネ、この辺りで食べたいと思います。もう喉乾いしょうがないんでね、とりあえず飲みます。関連はね結構うまく入れられるんですよね僕は。よし、じゃあ食べよう、久々焼き鳥。じゃあネギマからいっちゃおうかな、真ん中にあるこのね、からしを僕たっぷしつけるんだよ。うん、うん、うめえ。神だ、神です、神。うますぎるよ。うん、よいしょ。じゃあ今日も焼酎いっちゃうよ、みんな一緒に飲もうね。今日は焼き鳥とイカでいくよ、ね、みんなと飲むの楽しみにしてるよ毎日。なんか仕事をしてるっていうよりかは酒のために毎日頑張ってるよ、ね、それでいいじゃねえか、もうこんな人生なんだからさ、もう諦めてるよ、うん、ということで今日もね、昨日買いました、霧島スルル。昨日は薄くやったんで今日は若干濃いめにしてみようと思います。昨日はね8.2か7.3で入れたんですけど、今日もうちょっと濃くしてみます。うん、じゃこの鶏をいってみましょうか、ね、タップしでね。うん、うん、あーうまっ、これこれは飲みやすいな、女性だよこれ、女性が飲むやつだ、好きなやつ、うん、めっちゃくちゃ飲みやすい、うん、うん、おいしい、これ美味しいよ。危ない、これ危ないやつだよ。今 SNS はあと TikTok 始めたんですよ。何の動画を出してるかっていうと、ほら食べてる僕のショート動画出してて、長い動画よりも短い方がいいかなと思って、長いのも出せないんだけど、短くして10分ぐらいまで切ってとか5分に切って出すのもいいかなと思ったんだけど、短いのだろうと思って TikTok は。で、何も情報もなしに、なんでそこまで食えるかとか、なんでこの人が早起きしてるのかとか、
何も情報なしにただただ食べている動画を出してるのね。そうするとコメントすごいんだよ。本当に食べてるんですかそれとか、なんで痩せてるんですかとかね、すごいの。うん、それは本当は食べてないだろうとかね、すごいんだよ。まあなんか勘繰りが、そりゃそうだよね、何もわかんないんだもんね。まず第一波のなんかこうそういうコメントっていうか、まだ始めたばっかりで登録者30人よ。それでも結構コメント来るのね、あれって。YouTube は来ないからね、まだ初めは。誰一人。うん。うまっ。スルルうまっ。やっぱ炭酸割りも美味しいね。うん。うん。うま。これはうまい。めちゃくちゃ。これすぐなくなるよ。ああ、これはやばいね。どれがいいか。果実酒だよ、これは果実酒。これだったらロックでもいけそうだな、なんか。うん、一日の終わりに酒を飲む、最高です。うん、僕は最高です、本当に。そんな酒飲みじゃなかったんだ俺。酒飲みっつってもこんなもんだからね、別に。なんかたまに一晩で一升開けちゃいますとか言って言う人いるじゃん。一升ってこれだからね、これ開けちゃうんだからね、一晩で。これやばいクラスの人だからね、一晩で開けちゃうのは。お相撲さんじゃないんだからさ、これ開けちゃうのはまずいから。俺今ちょこっと飲んで、こんなもんだからね、ちょこっと飲んで。これを飲めないよ。何リッ、何、どんぐらいだっけこれ。900ミリリットル。これだって飲めないから、ちょこっとだ、こんなもんだよ。これ開けちゃうのやばいからね、これ。一生開けるとか言って。完全に二日酔いっていうか、もう三日酔いぐらいだよね。たまにやばい人いるからな。すごいよな。明日、明後日、その次も何もなくて、ものすごく嫌なことがあるか、ものすごく楽しいことがあって、で酒飲んでなくて、飯も一日ぐらい食ってなくて、なんかそのもう反動でいっちゃうかもしれないけど、ないよな一生は。普通飲めないでしょ一生なんて。ね、いるから怖いねそういう人ね、たまにね。うん、ああこのからしの辛さが好きなんで、ツーンってツーンってくるじゃん。これ好きなんだ俺。うよいしょ。で最後はね、お湯で締めて今日は終わりたいと思います。ダーン。
よし。今日はこのね、倉竹ってやつ。これ。これも結構おいしいんだよ。今日一杯しておかないとね、やばいからね。やばいから。気をつけよう。これスルルもう25度あるからね、なんだかんだで。よし。うまい。うまい。炭酸で冷えた体に突然春が来る。冬から春が来る感じ。うわーって超うまい。あー。うわこれね、やっぱ段階踏んだ方がいいよ。芋焼酎飲む人は。いきなり芋もいいんだけど、冬だったらいきなり芋焼酎も OK なんだけど、暑いじゃん、今。暑い時はちょっとね、水割りか炭酸割りで体を冷やしてから、それで入れると、もう体が喜ぶよ。おおって。ホットが来たよ、みたいな。喜んでんもん。おー、来たみたいな。もう寝ようかなみたいな。なんか布団をかぶさせられてる感じ。美味しいよ。最高だ。マジで。ピースになるよ。ピース。ピース。なんか。魂。うん。うま。うちスーパーの割引のおつまみを探して。それで芋焼酎を飲む。ささやかな幸せです。豪勢なもんも食えない。食えようと思ったら食えるんだけど、食わない。でね、割引で食う。恥ずかしい。でもうまい。超うまかったよ。最高。あ、いいです。あ、もう木曜日になりましたね、皆さん。小さなコミュニティですが、頑張って僕らはね、生きていきましょう。酒飲んで楽しくね。絶望から希望に向けて生きる中年ですが、限りなく絶望に近い私ですが、希望に向けて生きています。ランニングして、ご飯食べて、仕事して、走って、飲んで寝てます。そういう満喫です。犬もここにいますね。ワンちゃんがいますよ。ワンちゃん元気です。ありがたいことです、本当にね。ということでね、また3杯、これね4杯いったらまたやばいんだけどね。また明日皆さん焼酎とともに暮らしていきましょうということもありました。チャオ。